かいい天気になりましたね。一昨日が寒かったって。一昨日は死んだ。一昨日は雪も降って寒かったんだけど、昨日も俺具合が悪くて死んだ。風邪かなんか。お腹が調子が良くなかった。昨日は全然寒くなかった。エルガチャンネル。そうですよ。腰やったでしょ。腰やりましたよ。全然別のやつで動いてるけど、もともと今日じゃなかったもん、予定が。16日だと思って。今日22日です、はい、着替えてる時に腰が抜けるんだよね。待って待って、もっと詳しく行こうよ。えぎっくり腰になったの。ぎっくり腰でしょうね。スコーンって抜けたの。その日のことをもうちょっと教えてもらっていいですか。仕事行くために着替えてたんだね。でズボンを履こうかなと思ったら、ドルマ落としみたいにスコーンってバーンってされたんだ。バーンってだよ。とパンツ一丁で2分くらい動けなかったのかな。何そこしゃがみ込んじゃったの。もう倒れ込んで、であこれ会社に電話しないとやばい、もう出勤前1時間過ぎてるからと思って、うんうん、ハイハイしながら机の上の携帯を取って急いで電話して休んだ。病院に行ったわけじゃない。病院は時は日曜日だったな。12日だから家にある電気マッサージと仕事があって、で家の周りドライブしてガテラやって入れたら仕事、取れなかったら明日休み、で入れたから次の日から仕事復帰。早いよ。普通はじっくり腰って3日は安定なんだけどね。大体次の日仕事行ってある程度仕事内容変わってもらいながら3日間仕事頑張って4日目から復活ですかね。でも本当病院は行かなかった。病院は一切行ってない。元気良すぎだろ。そういう時だけね、若いんですよね。普段はおじいちゃんだけど。本当気をつけないといけないよ。若くないんだから。心はやっぱり二十歳よ。いつ永遠の二十歳。体は65歳くらい。定年。定年迎えた。ぎっくり腰になったって LINE で言ってきたでしょ。仕事中と思うじゃん。仕事中だったらもう病院行ってますもん。なった時の内容がまさかの着替えてる時っていうのがさ、重いものをよいしょって持った時とか、なんかそんな時になるようなイメージじゃん、ぎっくり腰。ぎっくり腰っていうか、びっくり腰だね。びっくり。びっくりした。それはびっくりだろうね。何これ。珍百景ですか。珍百景です。もう登録されました。周りみんな心配したでしょ。あまり心配というとこ。なんかあったな。親も気には失ったでしょうし。俺にはもうただ腰が痛いっていうことで、繰り越しとは言ってないし、ただ腰が痛いけん休んでいいかな。そう、何学生。じゃあ今のところ腰は完全復活ならいいですけどね、うん、また着替えてる時にスコーンってされる可能性もあるんで、ある。なんか結構癖になるっていうらしいけど、腰は気をつけた方がいいよ。なったらなったでまた休みはいいんだけど。確かに。すいません責任者の方って。また休みます。なんか下にあるものを取ろうとするときにそのまんま腰だけ曲げるんじゃなくて膝も曲げてから取るようにしないといけない。後ろから声かけられたときとかに首だけ回すといてててててってこうちゃんと体全体を使って後ろを向くとか。この場合は仕事するけど。それ正解。まあそんなとこですよ。復活したならよかったっすね。